こんにちは、野口浩太です。今回は夢を叶える方法についてお話ししたいと思います。それは何かというと、逆算して計画を立てるです。ありがたいことに僕ピアノ教師として仕事をさせていただいていて、まあ、今は地域相場の倍以上の、ね、レッスン料金のプランで常に70名以上の生徒さんが来てくださっていて、県外はもちろんなんですけれども、最近では海外から、ね、飛行機に乗って定期的に通ってきてくださる方もいて、本当にこの難しいと言われる業種の中で生業にできているということで感謝しているんですね。この数年前からこういうふうに言ってくる人たちが増えてきました。それ何かというと、私もあなたのように売れっ子ピアノ教師になれますかって。僕ね、そういう人たち見てて分かってきましたね。なりたいと言っているこのゴール地点の部分だけを話している人は必ずそこには到達できないですね。どうしてかっていうと、たどり着きたいゴールというものがあるからには、そこに到達するだけの道のりを歩かないといけないわけですよね。もし既存の道がないんだとしたら、自分で切り開いていくということも必要なんだけれども、いずれにしてもゴールの場所がどこにあるのか、ただ頭の中で理想像として描いているこの夢物語じゃなくて、具体的な目標地点として据え置かなくちゃいけない。つまりこのゴール地点と今現在の自分の位置、この中間の部分をちゃんとつないでいかなくちゃいけないわけですよね。だからこの部分だけ話しているというのは、なかなかこの実現には至らないんだなということが分かってきています。じゃあそのゴール地点までの地図を描くとして、どういうふうに描けばいいかという話なんですけども、現時点の自分、現在地から描くんではなくって、ゴール地点から遡って描いていってください。到達したいところからこの逆算して計画をしていくということですね。売れっ子ピアノ教師になりたいというのであれば、その売れっ子ピアノ教師になる一歩手前の到達地点って何だろう。人気者になるためには魅力がなくちゃいけないな。魅力をつけるためには人に喜んでもらえる人間にならなくちゃいけないな。喜んでもらうためには自分は一体何ができるだろうかという具合にですね、上から上から下ろしてくるということですね。それが今現時点で自分ができることだったりとか、やっていることだったりとか、あるいは努力次第ではできうることとつなげられるかどうかにかかっているように僕は思っていますね。まあそんなね、偉そうなことを言っている僕ですけれども、まあそんな自分でもね、まだまだね、達成したい目標っていうのがあって、まあ、もっともっと発展的で広がりのあるね、子どもたちの教育の場を作りたいとも思っているし、いろんなことがあるんですけども、だからこそね、その道のりとしてこの YouTube っていうことも頑張らせていただいているんだなっていうふうに思っています。感謝感謝感謝です。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。